皆さんこんにちは、パフュームさんに会いたいダンサーカリです。本日はですね、こちら全米でも日本でも大ヒットのあのホラー映画ミーガンのキモカワダンスのダンスの解説、そして曲どうやったらあんな風にできるの、この3点にわたって解説していきたいと思います。それではいくぜ。はい、ということでまず曲からいきたいと思います。あの癖になるというか、可愛い声なんだけどちょっと不気味なあの曲、どのアーティストさんの曲かと言いますと、 TikTok フォロワー世界3位のこの方、ベラポーチさんのですね、ドールズという曲になっております。曲のどの部分が使われているかとかはね、普通に曲を聴いていれば、ああこのサビの部分かっていう風に分かると思います。そして歌詞がね、めっちゃ怖いんですよ。え、こんなこと言ってんのっていうところがあったので、ちょっとメモしてきたんでね、読みたいと思います。まずですね、人形は殺すよとかね、あと怒らせたら私可愛いけどやっちゃうわよみたいな、あとはあなたが聞くのは私の最後の笑い声とかね、突き落としてやるとかね、はい、結構ですね、ちょっと陰縁のこもったあの怖い歌詞がついております。このミーガンという映画ですね、 AI を搭載したロボットのミーガンちゃんがちょっとずつですね狂い始めるっていうものなので、ものすごく曲の雰囲気と映画の雰囲気とめっちゃマッチしてる。そしてドールズっていうタイトルもうねぴったりですよね。続いて2つ目、いつも通り動画を使ってどんな要素が使われているのかちょっと見ていきたいと思います。どうぞ。さあ見ていきたいと思います。スタート。まずウェーブ使ってます。はい、でこちら首と腰のロールですね。でそのままステップ、はい、ヨコン、でナイフをバキーン、はい、これですよね。次は止めながら見ていきたいと思います。はい、これですよ。はい、まずウェーブ、私のダンス解説をずっと見てくださっている方はもうおなじみだと思います。ウェーブ、アイソレーション、ロール、ここら辺の言葉は聞いたことがあるんじゃないかと思います。まずですね、左右でウェーブを行っているわけですよね。はい、でこれなんですけど、体の向きをこう変えたりしているわけじゃなくて、まっすぐのまま1個ずつ、はい、ウェーブ通してるわけです。ウェーブっていうのはグニャ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 したらいいっていうわけではなくて、体の部位を1個ずつですね、行きたい方向に傾けるようなイメージ、はい、でやってあげるとすごくスムーズにいきます。力ずくでやるんじゃなくて、1、2、3、4、5で、ミーガンちゃん足ですよね、膝、腰が入った時に膝もちょっとこうね、グッて立ててるんですよね。で反対も一緒、ドン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 、はい、この膝の状態を作るっていうのが結構ですね、シルエットを作るところで大事になってきます。もう一回これ、はい、でお人形さんなので体の部位が一個一個気持ち悪く正確に動くっていうのが前提で多分やっていると思います。日常生活でウェーブを使うなんてことはあんまないんですけど、私ダンスやっててもぴったり足をくっつけた状態ですごい踊るかって言われるとあんまり踊らないですよね。意識してかかとをつけたまんま踊るっていうことはあるんですけど、基本的に足を上げたりウェーブをして、ほら、つま先にちょっとなったりするんですよ。だがしかし、気持ち悪さを出そうと思ったら、まっすぐ立った状態をちょっと保って、はい。で、手とかあまり使わない方が乗ってるって感じはないですよね。はい、続き、ドン。これ。はい。これどうやってやっているかと言いますと、まず簡単なところ、手ですよね。ラジオ体操の小さく小さく、この部分です。小さく小さく振るだけ。これをもう少しだけふわっとさせます。上でふわんしゅふわんしゅふわんしゅ
で、その時に腰が動きます。手と一緒の方向、今私右方向に回します。右、左、右、左、はい、こうなります。これでちょっとだけミーガンちゃんっぽいでしょ。普通にドゥンダララドゥンダラダってやるのと、ドゥンデレレドゥンデレデの時に頭を絶対に動かさない。後から首のロールがこういう風に入ってくるので、その動かさないじゃなくて、場所、この頭が置いてあるこの場所からはできるだけ動かない。軸をずっと保ったまま腰と手を連動させる。で、そこに腕も右、腰も右、首も右、左、右、左、はい、ってやってあげるとこんな感じになるんですよね。おい、はい、で、ステップですよ。そう、なんとなくイメージわかります？ウェーブ通して、ウェーブ通して、グイン、グイン、で、これ力ずくでやっちゃ絶対ダメなんですよ。脱力した状態でやってあげる。で、無表情で、無駄な場所を動かさないことによって気持ち悪さがより出てくると思います。はい、で、これ多分なんですけど、ダンスって表情があるから楽しそうとか、こう結構シックに見えるとか、いろいろあると思うんですけど、これ顔がね、全く表情がないお人形の感じでそのままやってるので、より気持ち悪いんだと思います。なので、もし学園祭だったりとか、なんかのこう催しでやるってなった時に、ちょっとね、何か仮面をつけたりして、同じ動きと同じ曲でね、やったりすると結構気持ち悪いんじゃないかなと思います。もう一回最初に戻していきます。ほい、ウェーブしました。ほい、うん、気持ち悪いね。この後、はい、この時も頭全然動いてないの分かりますか？リズムはいらないんですよ、こういう気持ち悪いダンスには。はい、このステップも普通に2ステップします。右から 1、2、3 1、2、3、はい、ここに腕を 1、2、3 1、2、3ですね。若干肩で手動いているようにも見えますが、ちょっとね、腕入ってるので、まあここは腕でいってもいいのかなと思いますけどね。ほい、うん、肘いっていいですね。はい、ここも 1、2、3 1、2、3、この時に 1、2、3 とかっていう風にアクセントを取っちゃダメですよね。ズン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 、はい、で、無表情、そして腕ですね、足と同じ方向に1、2、3、1、2、3、はい、ってやってあげる。はい、続きで、ナイフを取るよ。この時もメイキング映像を見るとですね、手が普通の、まあ人間の手じゃないわけですよ。それはそうなんですけど、そうで、何かちょっとこう手袋みたいなものをしてたんですよ。けどやっぱりシャキーンってやった時に、手がここにあるのか、こう何、もう人形ですみたいな、持つっていう動作が今大事なんですっていう、なんかそのロボット感っていうか、感情があんま入ってない感じがやっぱりどこかにいつも入ってるっていうのが、結構気持ち悪く見せたりとか、人間離れした感じに見せるっていうのは結構大事かなと思います。ポップダンスとか、こうパントマイムとかをする人っていうのは、こうね、おーみたいなでやる人っていうのは、結構サングラスしてたりとかする人多くないですか。やっぱり人間って目でいろいろアイコンタクトしたりとかするので、まあメガネをして、できるだけこう表情がわからないようにしたり、口元隠すとかね、そういう風にコミュニケーションを取る場所をどこか減らしてあげるっていうのも結構ね、いいんじゃないかなと思います。ということで、ダンスの解説とやり方を一緒に説明してしまったので、曲、そして解説とダンスっていう風で、まあ3点ちょっと行ってみましたが、再度確認。まずはウェーブはですね、首からしっかりと入ってあげること。首、肩、まあ胸もあんまり入れなくてもいいんですけど、まあちょっとこうずらしてあげるイメージ。首、肩、胸で、このまま腰をちょっと出して、で、腰を戻す時に膝をですね、グッ、ちょっと出してあげる。グッ、そしたらこのまま
同じ方向ですね。腰と腕と首、同じ方向に回し上げる。でその時にわーわーっていう風に上に行かない、ズドンとそのままズンダララズンダララズンダララ、はい、っていう風にやって、まあこのステップに関しては一緒にやればいいだけなので、そこはちょっと飛ばします。で最後123123、このステップは肘と一緒にズンズンで、ちょっと低い姿勢でやってあげるといいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、普段アーティストさんとかアイドルさんとかをちょっとメインでやってたんですけども、映画のダンスから解説をちょっとしてみました。この動画を撮影する前にやはりちゃんと見ておかないとダメだろうということで、しっかりと私映画館で映画見てまいりました。めっちゃ気持ち悪かったです。超気持ち悪かったです。これを少女がやってるって思ったら、いや、やっぱりですね、世界は広いなっていうふうに思いましたし、ダンスの使いどころって本当にめちゃくちゃあるなっていうふうに思いました。このキモカワダンス、もっともっと映画の中で体験できるので、上映されているうちに気になる方はぜひご覧ください。ダンスをやっているよっていう方はですね、それこそ動きだったりとか表情がないことで、こんなにも怖さが出るというか、こんなにも楽しそうじゃない感じが出るんだなっていうところも含めて勉強になるかなと思いますので、ぜひ映画館で見てみてください。ダンサーかりん、こんなにダンスの解説だったり映画の宣伝みたいなことしていますが、ダンサーかりんは一切この映画には出演しておりません。大変失礼いたしましたはい、まあでもね、プロの目線から見ても気持ち悪いよ、そしてこんな要素があってダンスやっているんだよっていうところをですね、ちょっと解説させていただきたいなと思ったので、今回動画撮りました。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバイ。バイバイ。